ノト鳥は、新大阪駅、福知山駅、豊岡駅、木野崎温泉駅間を、東海道本線、福知山線、山陰本線経由で運行する特別急行列車で、ある。北、近畿ビック X ネットワークを形成する列車の、一つである。イメージカラーは黄色で、走行路線の一つである JR 宝塚線、福知山線のラインカラーにちなんでいる。本では、 直接の前身である特急、北、近畿をはじめとする、福知山線で運転されていた、優等列車の遠隔についても記述する。新大阪駅から、兵庫県丹波地区、京都府北部の福知山市、兵庫県北部の豊岡市の北近畿地区を結ぶ列車で、ある。コウノ野リの前身である、L 特急、北近畿は、 日本国有鉄道末期の1986年11月1日、国鉄ダイヤ改正で、福知山線宝塚駅福知山駅間及び、山陰本線福知山駅木の崎駅間の電化に伴い、機動車列車であった、特急、松風と急行、丹波、大線が統合されて、運転を開始した。2011年3月12日に、特急、文樹、 単語エクスプローラーの福知山線内区間を編入し、福知山線を経由する特急列車は、コウノトリに統一された。この列車名は、兵庫県豊岡市で繁殖が進められているコウノトリに、ちなむもので、地元自治体などからの強い要望を受けて決定した。2021年3月13日時点で、新大阪駅木の先温泉駅間でおり4本、上り5本、 新大阪発土曜駅期が1本、新大阪駅福知山駅間で7往復が運転されているほか、新大阪駅木野崎温泉駅間で2往復が、土曜、休日を中心に臨時列車として運転される。従来はほぼ毎時1本が運転されていたが、2020年以降コロナ禍で一部の列車で利用率が減少したことを受けて、7号、13号、16号、26号が、 臨時列車に格下げされたほか、一時的に5号7号11号13号25号27号と6号10号16号18号24号26号が運休となり、日中でも最大3時間間隔となったこともあった。以前は単語エクスプローラー廃止後もしばらくは直通需要を考慮し、ゴールデンウィーク、盆、年末年始などの繁忙期に限り、福知山発着の一部を 天橋立まで延長運転していたことがあったが、現在は行われていない。ただし、25号27号と2号26号を除き、天橋立方面の橋立単語リレー、または木の先温泉方面の木の先と福知山駅の同一ホームで接続している。福知山電車区に所属する車両が使用されている。 過去の使用車両2013年3月までは、福知山電車区に所属する183系電車も使用されていた。2003年以降における編成は以下の通りに分類され、2011年からは B 編成がコウノトリで引き続き使用された。カニのシーズンを迎える11月から3月にかけて JR 西日本が発売する駅長を進め、 駅プランのカニカニ日帰りエクスプレス期間中には特急列車の利用が多く見込まれるため、1999年から定期列車の補充としてカニカニエクスプレスである臨時列車カニカニ北近畿が運転されていた。カニカニ北近畿は新大阪駅木の崎駅、または霞駅間で運転され、183系、キハ65系のほか、 ひねの電車区の三百八十一系を使用して運転していたが、現在は定期列車の増結により対応しており、運転されていない。なお、カニカニ北近畿前は、味巡ぐり北近畿として運転されていた。現在は、二千二十年以降のコロナ禍による旅客減少の影響で、二千二十一年三月十三日のダイヤ改正で、コウノトリの一部が臨時列車化され、 土曜、日曜、祝日を中心に新大阪駅福知山駅間に7号16号の1往復、新大阪駅木崎温泉駅間に13号26号の1往復が運転される。松風、八雲丹波福知山線で最初の準急列車として1960年に大阪駅木崎駅間で運転を開始した。福知山駅で和田山駅経由の3両と舞鶴線。 宮津線経由の3両に増を解決されていた。1962年に大阪駅と八日駅間、1963年に大阪駅福知山駅間が、それぞれ1往復増発され、1966年に急行列車化された。1968年に大阪駅山の橋立駅間の準急、橋立を統合して4往復になり、 これ以降は廃止される1986年まで維持されていた。列車名は両政国の丹波国が由来となっている。橋立1965年に大阪駅山野橋立駅間で一往復が運転を開始し、1966年に準急列車から急行列車になった。しかし丹波の宮津線経由の列車と運転経路が変わらない。 ことからわずか3年6ヶ月で廃止された。列車名は日本 3K の一つで京都ふみや津市に存在するサス、天の橋だが由来となっている。エーデル鳥取、エーデル北、近畿福知山線経由の優等列車は1986年にすべて電車特急の北近畿で運転されるようになったが、北近畿の運転開始によって、木の先生の各駅へは、 乗り換えが必要になった。このため、キハ65系5両が改造されて、1989年にエーデル鳥取として、大阪駅鳥取駅倉吉駅間で運転を開始した。キハ65系5両が追加で改造され、1990年に大阪駅浜坂駅間でエーデル北近畿として運転を開始した。北近畿と一体で運転されたが、 485系を使用する北近畿に対してキハ65系のため、走行性能が低く、所要時間短縮のため停車駅を減らして運行された。1994年に地図急行地図線が開業し、大阪駅鳥取駅間で白トの運転が始まった5年後の1999年に廃止された。列車名はキハ65系の改造車の愛称。 エーデルに行き先名が付されたものである。戦後準急列車の設定と、その後山陽新幹線開業後の展開、国鉄キハ80系機動車特急、松風4号福知山線全線電化後の展開、北近畿と並結運転中の、エーデル単語1996年3月からの、北近畿のヘッドマーク北近畿に関するカテゴリー。ありがとうございます。